ゴジラマイナスワンうとうティザー映像が公開されたにゃ好きなゴジラは初代と新ゴジラリオランテの部長です好きなゴジラを言えるほど見てませんメカ部の初期会計メガネです好きなゴジラを語ると部長より長いので黙っておくにゃメカ部顧問にゃまだ公開映像はほとんど数秒だからねささっと語るわメカ部チャンネル ゴジラ1.0今のところ出ている映像はなかなかいいわよね山崎隆監督は当たり外れが大きいというかだいたいギリギリでおかしな方向に舵を切るので外れ方が怒りを買う印象があるわ言うな言うなでも VFX の扱いは本当に手慣れているので視聴者側が思い入れのない作品例えば「アルキメデスの対戦」とかは評判員はああファンの意識が強い作品だと文句言われやすいけどそうでないところだと。 結構イケてると三丁目の夕日とかも評判員は現実と隣接した VFX は非常にうまいわ原作ファンもやかましくないしでもゴジラはそうめんどくさいファントくもりよ、うん、でも今のところ公開された映像は本とを外してないわ個人的に好きなゴジラの造形的特徴をあげるわこれまでのゴジラの特徴的造形「初代ゴジラ1954」 ぐるギニョーアルなど複数のものが使われているのでイメージが一定せずそれゆえに実体のつかめない感じが素敵ねアバタもエクボ感あるけど言いたいことはわかるわ「キン,ゴジキング・コング・タイ・ゴジラ」「1962」「鋭角なトカゲのようなフェイス」「下半身がどっしりした重量感」「統計としてはすごくかっこいいわ」「モス・ゴジ・モスラ・タイ・ゴジラ」「1964」「目が小さいわ」「頬がクルクルするわ」 砂をを落とすために全身を震わせるカットが最高ねビオゴジゴジラ VS ビオランテ」1989「ゴジラ大沢口泰子」ここから熾烈が二重になるわ肉食獣やサメなどのあれね司会が関わってるだけのことはあるわ小林慎一郎氏にゃメカの憧れが長野守るるとするじゃない自分のメカとキャラで富野監督が1年間アニメ作ってくれる上に声優と結婚ってやつね小林慎一郎氏は。 司会で、趣味で、帰ってきたウルトラマン、ミラーマン、ゴジラ VS ビオランテ、スペゴジなどに関わり、特撮関係の著作が多数、クくると本職の論文も多数、スーパーマンや。なるほど、特撮オタクの憧れポジションとして、小林氏のポジションがあるのね。ゴジラの熾烈に劣化は、つい小林氏語りをしちゃうほどインパクトがあっては。へへ。他にも、白目の排除、筋肉増大など、ビオ文字で。 ゴジラのデザイン刷新があったと考えられるわ。サツマドリルゴジラ、ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃、2001、ゴジラ太遊崎流動。このゴジラはすごいのよね。シルエットは割と着ぐるみなんだけど、ミニチュアワークの細かさが半端なくて、ミニチュアだとわかっていても、それっぽいのよ。着ぐるみがリアルなミニチュアの中で、暴れてる感じなんだけど、見るからにくれ、着ぐるみなんだけど、すんごく、画面の圧があるのよ。 でかい人間が暴れてる感じに見えてくるにゃミニチュアの精度が高いにゃへえそしてこのゴジラはオールアイなのよねへえ白濁しているのね何を考えてるのかわからない感じがすごくいいわねシンゴジシンゴジラ2016そしてシンゴジで目立つのはハナラバラバラよあこれも印象的ねハナラバラバラは初代ゴジラがそうなのだけどもう生物としてはなんかもうぐちゃぐちゃていい 恐ろしさはあるわ初代は原爆被害でぐちゃぐちゃシンゴジラは原発被害の怒りと進化の暴走でぐちゃってる感じなのね胸板はウィキシュボーン鳥の胸板みたいな骨を感じさせるし腕はもうキョロキョロで重脚類感がありつつ全体のシルエットは妖怪みたいな原爆くもむような形状ですごいわよね目が魚目っぽいのも初代っぽいしシンゴジラは本当初代ゴジラのアップデートねとここまできて今度のマイナスワンのゴジラ この時計を見てみましょうゴジラマイナスワンのゴジラのデザイン目が小さい巨大生物の目は比率的に小さいべきってのはどこかで語ったと思うけどクジラとかゾウとか見ての通りなのでシンゴジラとかこのゴジラマイナスワンとかの目が小さいのはいいと思うわ部長好きそうだなと思ったわ小さいねその代わりに彫りが深くて目の周りの形状は読み取りやすい分かりやすいデザインね部長が落書きする時のゴジラって このタイプだしね体表表現体表の表現も素敵ねケロイドか違うのか気持ち悪い鱗のボコボコした表現があるわ情報量が十分にあって間が持つわこれはカメラが寄っても耐えるぐらいの情報量ってことよねすごいわねシンゴジラですらカメラが寄るとちょっと間が持たなかったからね足足は本当に難しいのよ獣脚類の恐竜だとこうでしょうそれは着ぐるみでは再現難しいわゴジラは着ぐるみだからこそ かかとの位置が人間と同じ付近にあるのよね。これのせいで着ぐるみのゴジラは全部どうしても拭いされない嘘臭さがあるわ。あるわね。でも CG だからとリアルに処理すると m メイゴジラになるわ。ああ。m メイゴジラ嫌いじゃないんだけどねむしろ挑戦的デザインで素敵よね。問題はお寿司食べようとしたらローストビーフが出てきたぐらいのものでローストビーフは美味しいのよ。マイナスワンは今ある映像で見る限り い着ぐるみゴジラのシルエットを踏襲しているわ少しかかと浮かせてるけどそしてやたらめったらぶっといわねこれは好き嫌い分かれそうね実際シンゴジラやキングオブモンスタージンゴジラはあんまり足見せないのよ見せすぎちゃうと微妙だからああなのでこのマイナスワンも本編ではそんなに見せないかもね確かに全身カットがずってるのグッズとカラケラはこういう話最近してたにゃ 全身カットを映すと陣痛力が減る話その話はもういいの背びれある時期からとにかくでかく縦に伸ばすそういうのがかっこいいという感じでデザインされているけどマイナスワンのゴジラはその中でも最大級ねちょっとやりすぎにも見えるわなんかこうメカロボデザインでとにかく肩を尖らせとけばいいんでしょって方向に行ってた時期があってあれを想起させるのでやりすぎはちょっともよるわ装飾の多い動物って オスのアピールような印象が強いしクジャクとかゴジラは誰にアピールするねんって感じではあるものねディメトロドンとか小型動物の体温調整のイメージもあるにゃ気になるポイントといった感じだけど細かいところを気にしつつも割と好意的なのねそうね気になるといえば気になるといえばなんか体型がずいぶんマッチョな人間風なのよあ悪口言い出した黙りなさいっ<で> 期待ししてのことだから少し言わせなさいシン・ボジラが初代のギミョル風というか割と妖怪みたいなシルエットにしてまぶたのない表情のない顔にしてたところ1.0ではなんかマッチョなレスラーみたいな胸板の盛り上がった体型かつ表情くっきりしたケースなのでこういうおっさんいるよね的なそんなおっさんいないわよマービオランってックずっとマッチョがしてて胸板が分厚くなってババの水平チョップに耐える感じにいやいや ジャイアントババの現役時代なんて知らないわよ。んじゃ、スタンハンセンのラリアットや、ホーマンのアックスボンバーに耐える感じに。知らないわよ。マーインは、そんな感じで、なんかこう太平洋戦争の怨念というか、精神的にも怖い存在としてのもじられなくて、物理的に怖い怪獣になってるのよね。マッチョファイターみたいな印象。シン・ゴジラでは妖怪っぽくなって、やっとこそこの胸板がリセット、ちょっとホッとしてたのよ。KOM では、カットな怪獣類というか、 イタチキな感じでこれはこれでよしと思っていたのよねでもゴジラ VS コンブでは手で敵を掴んで引っ張るとか動きが擬人化されすぎててねゴジラが擬人化されすぎたり動物化されすぎたりするとあそっちのバランスかとか思っちゃうのよ妖怪化されすぎても思うのだけどなんという面倒くさい女日本版でもシェイしたり漫画の吹き出しで喋ってるんだから擬人化に文句を言うのは筋違いではグヌまあその通りなんだけど このマイレイ会通信ガンダムの話をしたじゃない。したわね。あれって別に作者がどう考えてたとか、どういう意図のものかとか、一切気にせず、表に出てきた表現だけ見ての話なのよ。あはいはいト富のアニメってオカルト満載だけど、ファーストガンダムは控えめで、それゆえに高評価したのに、以後そんなもんだろうで当たり前なのが嫌みたいな。ものすごい役だけども、まあそうね、あくまでも受け手として私がどう感じたかという話をしているのよ。なので、ゴジラのデザインも、 作り手の意図とか時代背景は置いておいて受け手としてはこう感じるみたいな話ねゴジラのデザインはこのなんだかわからない感じの恐ろしさが好きなのでマッシュブマッチョなゴジラはそういうのもあっていいけど続くとやだなぁと思ってるのよ今回気になったのは胸板と肩腕ねここが擬人化的に過ぎてしまうとゴジラという人通力が現実で感じるのよ戦車砲効かないミサイル効かないという化け物がなぜそんなに強いのか マッチョだからですっていうのはちょっと違うよなという思いがうっすらあるのよはいはいとはいえ全くダメってわけではなくてね KOM とかは映像作品中は全部いいカットだけで全く文句なしの素晴らしさだったわゴジラを割と動物っぽさに振ってるから神秘的な強さって感じが出にくいのよねその辺はキングギドラが曇ったしねキングギドラのうまさ歌舞伎役者もかくやの見栄の切り方を見たらもうお腹いっぱいよ映像作品は 冷蔵の中だけで評価するべきだから、冷蔵でかっこよければオールオケーってことね。イエスイエスイエス。ゴジラマイナスワンのゴジラも、今公開されている映像は、全部超印は。だから、全く心配に及ばないかもしれないけど、気になったのでちょっと触れてるのよ。面倒くさい女ね。要するに、この人間的な胸板と、二の腕がいまいち不安をかき立てるのね。そうなのよ。この熟練レスラーのようなシルエット、そして、表情がめっちゃあるフェイス。ここんところ。 感情移入を拒絶する、ゴジラばかりを見ていたから、この、人間味溢れる感じはちょっと不安があるわ。は<っ>それと、映像は全部いい。つったのかの、これ。あ、ゴジラの足元もカットね。すんごい迫力あるわよね。この、ゴジラの足がぐっと踏みしめて、ちょっとしてから、ほとんど地面を砕く。こういう間の付け方とかすごくいいのよ。あと、瓦礫、CG で瓦礫をやるの長面どっくさいのよ。それをよくもまっここまで見事にやってるわ。 さすがの画作りよね。でも、リアリティを言うなら、こんな足元の近くを逃げまどってる時点で、おかしいわ。うわ、面倒くさいことを言い出した。もともとゴジラって空襲のイメージだから、足元逃げまどけど、リアルな動物だと、こんな距離に近づく前に避難するわよね。あれ、キングオブモンスターズとか、それで酔いつってなかったキングオブモンスターズは、最初からリアリティレベルをぐっと下げてる。最初からわかってやってるバカええのよ。 古代の地球は怪獣が支配してました。イェイ。怪獣信者のテロリストがバレるぜ。もう、細かいこと真面目に見る必要はないわ。あ、うん。無意味に怪獣の足元を走り回り、家はあるけど、その絵の理屈は気にしない。そういう割り切り映画よ。怪獣映画というジャンルがなくて、普通の映画の延長として撮影された、初代ゴジラとは、そもそも撮影糸が違うから。まあ、そりゃそうね。なので、このゴジラマイナスワンが、そういうバカ映画や、 ゴジラファイナルウォーズをやる気だったら全く気にならないわ多分握りこぶし振り回して外人4コマみたいな感じで視聴するわでもこれ真面目に戦後とゴジラに手をつける感じでしょうあ期待が高まりすぎてゴジラせてるのねでもこのカットは全部三3丁目の夕日ゴジラみたいな感じで本編では全然変買えるかもニャそんなわけでメカブでは。 ゴジラマイナスワンを長期待してお応援していますメカワメカワあの時代にゴジラ出したら当時の武行機米軍絡めると思うんだけどそれは部長的には楽しみねまさかオキシジェンデストロイヤーをまた出すわけにもいかないと思うし初代ゴジラをもっかいなぞる可能性もあるわよそろそろ締めるにゃせーの戦後日本ゼロ,ゼロから,からマイナス,イナスえ,えいやこれ本当に ちゃんと戦後の日本と今の日本、そしてゴジラという脅威。これを何のメタファとしてやるかはわからないけど、ここ踏み込んでやったらすごく面白そうよ。期待の敷地を上げすぎない。メカ部では部員募集中。チャンネル登録、拡散、ありがとうございます。コメント拡散大感謝。目指せメカ部員1億2000万人。では次のメカ部の時間、メカ部チャンネルで。メカ部チャンネルで。